いかに参政党がまともなとこじゃないよというようなことを説明しますわ。まあ、とりあえずですね、これ土曜日の4時20分に岸田首相が難波へ来たということでですね、で、要さん人集まってるわけですね。で、要さん人集まって自民党が終わったら、その残ってる聴衆に向けてですね、まあ言ったらヤドカリ殺法ですよ。で、こういうことを公党がやるかな、まあ公党じゃないけどね、公党になるんでしょ。で、これ結局、タレント弁護士が出た選挙が大阪市長選でありましたけども、そこへですね、個人演説会なんかやってたり、難波の駅で凱旋するときにですね、マック赤坂、今となればですね、港区の区議ですかね。で、マックさんが来たりとかね、するんですよ。で、まあ、マックさんがするっちゅうのは分からんではないんですよね。せやけども、まあ、一定の党としてなりたいんでしょ、参政党は。なこういういじましいことをするのかということです。ちなみに私もですね、2017年11月やったかな、18年の2月やったか忘れましたけども、補選の時にですね、ラパークのとこで挨拶をしようと思ったら、たまたま、まあ緑の旗陽さん立ってたわけですよ。で、これ今すんのかって言ったら、いや、まだすぐせえへんって言うからね、ほな10分20分バーカスやっていうので、そのまんま私も話をしました。で、その後でですね、これ誰待ってんねんと思って、ほんで、これ何の時間調整やって言ったら、結局、松井吉村が来るんですよね。で、松井当時知事ですよ。で、吉村大阪市長ですよ。で、来るんやったら、マイクで、都構想でも何でも、お互いのマイクあるんやから、マイクで話しようやないかって言って、で、来るん待っといてあげるでって言って言うたんだけど、結局、だから、あの2人は待ってるんですよ。で、私がのくのをね。で、先に順番取っての分かってるから、だから、まあええよ、それさっきやったらええがなと、さっきやったらええというかね、私に乗りますよと、両方とも来てるんやったらっていうので、まあ場所は譲ったんだけども、そやけども、そのマイクでやりやしょうよって言うて言うたらですね、いやいや、もうそれも勘弁してくださいよということで、ほんなまあそないして言われるんやったら選挙中やしね、まあ負けといたろうかというようにしたんだけども、まあそういうこともまあありましたけども、まあそれでも私は別に人が集まってるところへわざわざ目がけて行ってるわけじゃないんでね、この人ら分かってて行ってますからね、これ松田学さんのやつですよね。で、こっち側上にないのか、こういうやつですね。で、神谷宗幣氏はですね、こういうことについて森友の当事者でしょというようなことについても、やっぱこれ説明すべきじゃないのということですよね。で、これ何かと言ったらですね、籠池さんのお母さんの方ですね、おかんがですね、神谷さんは小学校の準備委員になりたいと言って入ってこられる塚本幼稚園の事務の方と結婚されていて、ってバラしたらあかんがなっていう話をね、これもうバラしてもうとるけど、ほんまにね、これは、これ多分神谷氏のやつなんでしょ？これ参政党のやつに書いてるのか、神谷氏のやつ書いてるのか知らんけども、これね、森友学園の学校づくりにも協力してほしいと依頼され関わったことがありますが、内情を知って問題提起したらすぐ追い出されてしまったということがありました、なんですって。で、でもまあ、そこはそのまんま握ったということでしょ？まあ言うたら。だから、この人また書いてるけど、塚本幼稚園、これなんて読むの、これ。なんちゅうか知らんけども、これややこしい漢字書くね。この漢字も神谷氏が勤めておったということで、内情を知って問題提起したらすぐ追い出され、追い出されへんやろ、漢字までしてるんだからね、一般の事務員じゃないからね、ほんまにね。で、まあ、いろんなとこで、これでも多分こう言うてんでしょ、お国のために死ねというようなことをですね、男は戦争へ行け、核兵器を排除すべきでないというようなことを言うてるんだけども、これほんまに行くんかと、参政と支持してるもんはね。で、行くんやったらですね、どうぞ与那国島へまず住んでいただきたいなというふうに思うわけですよ。ここいろいろありますよね。これももちゃんか、これも終わったんだけど、これ武田氏はなかなかね、とんでも発言をしてまして、これ武田氏は大黒電機の取締役であるということで、まあ、機械作ってるところですね、大黒電機ね。で、虎ノ門ニュースで、パチンコも精神衛生上いい人もいるので、安易にパチンコや風刺しろと言うべきでないと
ようなことを言うてるということなんだけども、まあ、大黒電機のですね、役についてる、この投資前の一番下についてますね、平取りになってるから、それはまあお金もらってるんでしょうね。それやったらまあパチンコのこと悪い言わんわなというような話です。それ以外にもですね、もうむちゃくちゃなことを、この武田氏が一番むちゃくちゃなことをね、いろいろ言うてるんですよ。ここでもこれ言うてるんでしょうね。ロシアと中国を敵に回すなというような考えと、神谷氏はユダヤ金融陰謀論の発言でイスラエル大使まで怒らせてると。これは国会議員なんかになったらですね、イスラエル様を怒らせるということは、まあ、アメリカ様も怒らせるということで、これ外交問題に発展するわけですけども、これはええんかというような話ですよね。でここでもですね、男女共同参画予算を壊せばええと、日本は男女に賃金格差あっても男女差別はない、お母さんが財布を握っている、いや、おだごとこはそらそうか知らんけども、社会を見る目がないんかと。まあ言うたら、武田氏どこに住んでるのか知りませんけどですね、町内会を見る目もないんかというふうに言わざるを得ない。町会も見られへんのに、そんなもんが国会議員になってへんかというような話ですね。でこれもですね、戦争っていうのは不死者のものではないんですよ、ほんならお前が行けと、もう それ以外何も、もう言う言葉もないですよね。で、武田氏ここでもまた言うてるみたいですね、日本の適切な人口5000万人であり、50歳以上の老人は不要だから死ねばいいと発言ということで、いやこれほんまに、あの立花発言が日曜討論のやつで炎上しとるけどもね、結局優生保護法に鑑みるような、そういう関連する発言じゃないかというようなことを言うてますけども、いや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 、それもう大問題で、こっちの方が大問題じゃないのこれ。まあ、スパイ防止法を作って、まあ、スパイ防止法はあるんですけどもね、戦争というのは批判なもんじゃ、悲惨なもんじゃないんですよというようなことを言ってますね。これほんでここは顔映ってますよね。ほんでこれね、こんだけの人っていうのは、これほんまにまあ地域の人なんかという話なんですけど、まあこれは第2回に譲りましょうか。次に譲ってですねこれほんまにもうむちゃくちゃいいよなという話なんだけども、こういうものの考え方がですね、まあ賛成と多分皇族に対して、ひれ伏せというような考えでやってるというふうに考えますけども、そういう考えがですね、いかに間違ってるかということをお示ししますけども、これ、これいつのやつだったかな、今日のやつかな、7月3日ですね、7月3日の東京新聞本音のコラムですね、ここまあ読んでくださいよまあこのヒロヒドっていうのは頭大丈夫かというふうに思うんだけども、これ町の大本営をですね、天皇たちが生き残るようにずっと掘ってたわけですよね。ほんで掘ってたんだけども、結局ですよ、47年10月に、中野市を訪れた際、当時の知事にこう尋ねたと、この辺に戦争中無駄な穴を掘ったというところがあるというが、どの辺かと、頭大丈夫かとしかもうほんま言われへんですよ。あなたを生き延びさせるためにこの穴をずっと掘ってたんですよと、まあね、で多くの方々はまあ亡くなってるわけですよ。でこれ無駄な穴というふうに言うてますけども、こんな尊大なもののために同胞はですね300万人住んでるんですよね。で五族共和というふうに言うてましたよね。ということはアジア人も同じように日本人なんでしょ。アジア人は3000万人住んでますよ。で結局秋吉氏はですね、沖縄戦後も米軍基地として使い続けてくれというふうに、これ天皇メッセージというふうに言いますけども、これメッセージ出したと。で自分はですね、もう死ぬまでとんずらし続けるわけですよね、沖縄から。で息子、今の前の、まあ、いわゆる平成天皇ですね、昭仁氏がその責任を痛感して赴いてですね、結局ひめゆりの塔の前で火炎瓶を投げられたりするわけですけども、その後も謝罪の意味っていうのはずっと示してますよ。もうそういう仕事をやったんですよね、昭仁氏っていうのはね。で最終的にはまあパラオなんかを回って退任をされるわけですけども、そういう考えから最も遠いのが参政党や維新ですよと、
いうようなことですよね。でこれもブログ載ってるかなと思ったんだけど、ブログ載ってなかったから、まあ写しとくけど、これ皇后美智子さんですよね。2013年、この時にですね、まあ、こういうような、誕生日のお言葉のようなことはよう言われてるんだけども、ここで言うてんのはね、五日市憲法、明治の時代の今の日本国憲法よりもさらに、市民に寄り添ったような、そういう民間憲法ですよ。これをわざわざここで言及するわけですよね。ほんで、アメリカが作った憲法っていうことをよう言うてんだけど、これですよ。日本における女性の人権の尊重を新憲法に反映させたベアテ・シロタ・ゴードンさんというようなことをわざわざ、なんでここでベアテ・シロタ・ゴードンさんのことに言及をするかということですね。で、秋仁ですけども、これ有名ですよ、テレビでやってましたからね。こいつのやつね、99年にあったかな、米長さんという将棋のですね、林葉直子さんを愛人にした方ですね。この方がですね、園遊会でですね、日本中の学校に国旗を上げて国家を斉唱させるというのが私の仕事でございます、バカかということで、まあバカかとは言わなかったんだけども、ああそうですかと、これテレビからこの人は書き写してるんですけどね、音声で、今頑張っておりますって言ったらですね、これ秋仁ですね、秋仁が、まあ、強制にすんなよというようなことを言うわけですよ。でそれに対して米長氏はですね、これ素晴らしいお言葉をいただきましてというようなことを言うんだけども、結局まあ強制になっていくわけですよね。野中博道なんかでも国会でですね、強制にすんなよというようなことを言ってはりましたよね。でですね、結局秋仁氏はこう異例の旅に出るわけですよね。どこ行ったのかというとですね、これ皆さんの大好きなこれ産経ですよ。産経から取ればですね、これサイパンとか、最後まあパラオに行くわけですけど、フィリピンとかね、これもしんどいやろっていうことですよ。大概な脅しですよ。伊予大島行くんですか、クソ暑いとこへ。でまあ長崎、広島、沖縄、東京ぐらいまでであればですよ、まあ理解はしますよ。そやけども、これサイパンを回ったりですね、またこれ沖縄をこう回ってるわけですね。で、まあ、最後はまあパラオのペリリュー島へ回るわけですよ。これはもう謝罪の旅ですよ。異例の旅って書いてるけどね、もうほんま謝罪の旅だというふうに考えます。でそういうところからですね、参政党は非常に外れておるんだけども、皇族のものの考え方とこれだけ乖離があるにもかかわらずですね、皇族を立てるということは、こう言うたら、これ疑問じゃないのと、まあ、騙しでしょという話ですよね。で、これは6月20日の毎日新聞です。で、これについてですね、やっと参政党が四大臣に乗ったよというようなことで、参政党もこれ喜んでおったわけですよ。まあ、コラムですよね。でコラムの中でこう書いてるのは、この人は神谷氏に対して、山田隆夫さんですね、特別編集委員が神谷氏に対してインタビューをしてるんですよ。でところがですね、こう党運営はどのように、一言で言えば僕がいること、人は人でしかまとめない、このファシズムやがな、お前は神か、こう共産党的考えですよ。ほんまに共産党の考えやったら、独裁者が1名おってですね、その人の言うことを聞くというような、私だから基本的には野党共闘でやってますけどもね、党内ファシズムがよう効いてるよねというような党としてですね、共産党、公明党、維新で旧の民主、まあ、立憲もそりゃそうでしょう。そういうところに対しては党内民主がよう効いてるよねというふうに言います。党内ファシズムね、党内民主があったのはかつてですよ。今はもうほぼない状態なんだけども、小選挙区になってね。で結局公にもらわれへんようになるからね、党に背いたら。だからもう官邸の方を向いてみんなペコペコペコするんだけども、そやけども昔の自民党考えてください。コロ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 と首相が変わってましたよね。まあ1年ごとに変わるということはあんまりないんだけども、そやけどもあれ変わってたのはなんでかということですよ。変わってたんは、田原総一郎ずっと言うてるけども、結局自民党内の派閥、つまり自民党内でですね、中選挙区で何人もそこで通るわけですよね。ほんで通ってきたら、その中で、まあ同じ大阪やったら大阪の中で何人もが喧嘩するわけですよね。
でそういう中においてですね、派閥争いで首相がひっくり返ったりとか、だからこそ失言があったらですね、このほれ見たことかって言ってみんな足の引っ張りやすいんだけども、それがええかどうかっていうのは別にしてですよ、まあ、騒乱というか混乱というかね、国政に混乱を招きますから、それええかどうかは別にしてもですね、やはりそこで党内民主主義があったかなかったかって言ったら、まあ、言いたいことを言えるというような空気はかつてはあったわけです。今はないですよ、自民党の中にね、村上誠一郎さんなんかが言うたりしてましたけども、でも郵政民営化でもそうでしょ、あの時でも小泉氏に反対をしてですね、あんなもん何の理屈もないからね、郵政民営化その何の意味あんの、あれ独立財産やったんですよ郵政は。でしかも小泉氏は勘違いをしてですね、あの時に郵便貯金をよその省が勝手に使ってるでしょと、もうそんなことないんですってことを事務方が言うても、いやそんなことない、俺の時はそうやったみたいなね、そういう勘違いのもとに郵政民営化選挙をやってますからね、そこでだからよう止めんかったわけでしょ。もうその時には党内民主主義がなかったということですよね。でそれのもう極めてるわけですよ。さすがにそれは共産党であってもですね、C 和夫様の言うことは絶対とか絶対言わないですよ、そんなことはね。民主的に決めてますということは一応は言いません。公明党もそうでしょ、池田太作さんは今どないされてるのか知りませんけども、そやけどもなっちゃんの言うことは絶対とか絶対にそんなこと言わないですよ。まあ現実ではもうファシズム政党なんだけど、維新もそうですよね、松井さんの言うことは絶対とか絶対に言わない、それも。でもここは言うっていうことです。神やは神か、人は絶対に間違うんですよ。しかももう初めからこれ間違いまくっとるからね。神谷のことについて何回もこれ書いてますけども、神谷氏についてはですね、吹田市議なんかをやってた後にですね、深い、衆議院に出るわけですよね。で、衆議院に出るんだけども、その衆議院に出るときにですね、まあ、失敗をして落ちてきてですね、その後衆議院で宣伝をしてたにもかかわらず、次深井議員も通らないと。で、まあ、次にですね、またもう一回でよかというような時に、深井議員の時に無所属やったんか、深井議員の時に結局自民党と仲違いをしてですね、まあ、渡嘉敷さんですよね。で渡嘉敷さんのことを落下さえないかというようなことを言うたらですね、それ中で揉めますよね。で揉めたら、渡嘉敷氏は支部長ですから、なんであんたに公認やらなあかんねんというようなことをそれは言われますよ。でそういうようなことがあって、まあ、無所属で出るしかなかったということを言うんだけども、まあ、自民党に恩をもらってるわけですから、そこに対してきちんとそら検証というかね、そのお礼をせんとあきませんよね。人の道ですよそれはね。で自民党がろくでもないとかそういう話ではないんですよ。そっからでも党補で公認もらってる以上はお礼をせんとあかんのですけど、彼がそういうお礼をしたという話は一切聞かないですよね。で一番初めにお店をしましたけども、結局ぶら下がり殺法なんかも、ああ神谷が偉そうなことやなというふうに、まあ、自民党筋ではですね言われておりましたね。でここですよ、また赤丸ついてますけども、政策は明快なようで捉えにくいと、以前あった具体的な主張が消えることがあるというようなことで、こう一緒に作っていく感覚で参加してなんですって。それもむちゃくちゃですやん、もともとの芯がないということですよこれ。だから今賛成と適当なことを言うてますけども、それは変わるということです。何を信じて皆さんその賛成と応援してんのか知りませんよ。せやけどもこの中でですね、見れば分かるようにコロコロとこれ変えますよということですよ。ほんまにあのそう政党というか政治団体としての要件満たしてんのかということですよ。政策であってもそんなコロ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 変わるようなね、そんな政党が果たして信用に足るものかと。これもう間違いなく参議院選挙終わって、まあ、1人通ったとしてもですよ、その人が例えば朝名前出てきます、私が通るんやったら、まあ、武田氏が通るんであろうというふうに考えてますけども、舌禍事件をこれだけ今の段階で起こしているような武田氏が通ればですね、間違いなく朝名前なんかでもボロカスに言われます。前に百田氏が出てきてですね、もう次出られへんぐらいにケチョンケチョンにやられてましたけどもですね、あれと同じようなことに間違いなくなります。で日曜討論なんかでもこれ党首ですということで神谷氏が出てくるのかどうか知りませんよ。仮に出てきたとしますよね、仮に出てきても誰が出てきたってもうみんなケチョンケチョンにやられますよほんまに。
だって中身ないんだもん。本当に勉強して中身があってそこから出てくるんだったらええけども、彼らがやってんのは CM でどうすれば宣伝効果があるかということは勉強してます、確かにね。そやけどもそれ以外のことで勉強してるような節っていうのはないんです。元からだからそんなんないから、私も議員を介してですね、神谷氏出てこいと、ネトウヨみたいなことばっかり言いやがってと、なんぼでも公開で討論したんぞって言うて言うたんだけども、間に人かましてるんですよ、議員ですよ。議員かましてもいやもう堪忍してくださいと言うて逃げていった。こういった神谷氏がですね、ここにも楽器と書いてるように、まあ、公約というかね、党の綱領みたいなもんですよね、何をするのかというようなこともコロコロ変えるということで、まあ間違いなくですね、いろんな党に騙される方はいろいろおられますけども、まあ、小泉とかね、民主党とか維新とか令和とかね、わーって盛り上がるんだけども、これ間違いなく一旦ここで盛り上がったもんは N 国もそうですよね、もう潮が引くように去っていくであろうと。もうそういうね、政党ショッピングをしててもダメですよ、ほんまに。そういう考えの方がいてても、それはまあ仕方がないというふうに私は考えますけども、そういう方々はちゃんと候補者育てないと、これ育てていくことにならんからね、ほんまですよ。まあ、参政党を支持している方はぜひとも懸命でもう名簿でも作ってもうてですね、私が参政党を入れたんだということを実名で、消さないようにですね、どこかのネット上に上げていただければ私が記録しておきますんで、でその後でですね、参議院選挙が終わった時に、まあ1議席が取るかも分かりませんけども、取った後にですね、あんた参政党入れたんやな、どうやったということをぜひとも聞きたいんで、まあ、参政党を入れるんだという方はね、実名で書いてきてくださいね。これこういうね、これ全部だから、これ匿名だからね、バカバカしいことをね、こういういろいろこなして言うてるんですが、まあまあこれも貼っときます、まあ、はらんでもこれ残ってるけどね、この人でもここ消したら消えるから一応言うとくけどですね、まあ、適当なことばっかり書いてるんで、私も同じで、まあ、ちゃんと反論をしてますんでね、はい、それも貼り付けとくんで、まあ、よろしければお読みください。で同じで電話番号も私も書いて、同じで、街頭演説で質問募集してるので、直接聞かれたらどうですかと。そんなもん一回聞いて一回返して終わりのようなもんではなくてですね、一定の時間を与えていただかないと、論点をすり替えた後でもう一回マイクが回ってこなければ、論点今すり替えたよねということも言えないような、そういう質問会にね行ったところで、だからなんやねんという話でございますので、まあ、これ電話番号も書いてるんで、まあ、参政党の支持の方はですね、ぜひとも私にですね、この皇族の考え方に背く、その参政党の考え方がですね、ほんまに正しいのかどうか教えていただきたいなというふうに考えます。